ちは、ゆうひこです。今回は沼田の渓流でフライフィッシングということなんですが、この沼田の渓流、以前の動画でもご紹介しましたが、5月の下旬に3日連続で通って3日とも坊主になってしまいました。全く出ないんだったら1回行っても次は行かないのですが、1日釣りをしていると必ず1回だけヤマメの反応がありました。で、反応があるのはいつも同じ区間で、時間帯は午後4時前後という感じでした。出るのは8寸から9寸のヤマメだったと思います。悔しいのでなるべく早くリベンジに行きたかったのですが、梅雨に入ってしまって天候も悪くてですね、なかなかリベンジに行けずに6月下旬になってしまいました。あれから1ヶ月経ってしまったので、時間帯もちょっとずれたんではないかという読みで、午後5時から6時の時間帯を狙ってですね、場所は前回反応があった場所、もう1匹釣ったらさっさと釣りをやめて、もう気分よく帰ろうと、そんな気持ちで行ってきました。もう朝から釣りをしてしまうと結局集中力が途切れた頃に来るというのが今までのパターンだったので、それでやらかしてしまっていたので、もう短時間勝負で1匹だけ釣ってやろうと、そういう思いで臨んだわけなんですが、果たしてリベンジはできたのか。それでは6月下旬、沼田の渓流でフライフィッシング、ご覧ください。今日は6月24日土曜日です。沼田の渓流に来ていました。時刻は今午後4時45分、夕方だけの短時間の釣りです。フライはアダムスパラシュートの12番。もうあんまり時間がないので、いきなり切り札でやってみたいと思います。まあ、このフライで釣れなかったら多分何でやっても釣れないというようなフライだと思います。それでは釣れるでしょうか。ちっちゃいか。釣った。あ、外れた。あんまり大きくはなかったですけどね。外れた。あんまり大きくはなかったですけどね。あれ？まだついてた。外れたと思ったらまだついてましたね。下に走っただけですね。しかもあんまり大きくないと思ったけど、結構まずまずいいサイズじゃないですか。よいしょ。よし。